こんにちは、モテイカズヤです。これまでたくさん掃除動画を、YouTube に上げてきましたので、YouTube ご覧になっている皆さんの中には、掃除が得意な方なんですねと思っている方も多いと思うんですけれども、私の本職はもう洗剤を作る方なんですよ。はい。で、代表作は、ご存知の方も多いかと思うんですが、モテイカズヤですよね。で、今ではモテイカズヤシリーズということでいろいろ出してるんですけれども、このモテイカズヤシリーズは、一般向けの商品でして、全国の販売店さんも置いてくれるところがだいぶ増えてきましたので、皆さんにお届けやすくなっているということになってますが、それ以外にもやってるんですよ。まず一つは業務用洗剤ですね。業務用洗剤の方が歴史が長いんですよね。一般向けよりも業務用洗剤をやってて、業務用洗剤は卸やってなくて、メーカー直販で、ネット販売のみですね。ネット販売のメーカー直販ということで、どうしても一般向けの洗剤よりも強いし、使い方も難しいので、やっぱしっかり説明したいっていうところがあるので、いくらプロの方とはいえども、そういった形でやらせてもらってるということなんですが、もう一つ直販にこだわってやってるものがあるんですよ。それがなんと化粧品なんですよね。モテイカズヤとはイメージが真逆ですけれども、化粧品も私やってるんですよ。とはいえクリームとか乳液とかそういったものではないんですね。やっぱり汚れ落とす系なんですよね。中でも好きでやっているのが石鹸ですね。体を洗う用の石鹸ですね。で、今年に入ってからすごくやってて、固形石鹸に関してはもう今年に入ってすでに7個作りました。7個で今8個目作ってます。月1ペースで作ってるわけなんですけど、大体ですね。で、8個目が、酒粕石鹸っていうのを作ってるんですよね。秋田の造り酒屋さんから取れる酒粕を発酵させたエキスを石鹸に入れて作ってるんですけれども、非常にいいです。酒粕そのものも肌にいいじゃないですか。その発酵させたエキスがものすごくいいんですよ。もうすごくいい、楽しみに完成を待ってるところなんですけれども、それを作っている最中ということで、8個目それが終わったら、今度は液体石鹸の方もいっぱい作っていきたいなって思ってるんですね。今も作ってるのがあって、今作ってるのはオリーブオイル 100% の液体石鹸ですね。で、それ以外にももうすでに作ってるのが2つあって、これはもう販売してるんですよ、去年から。で、その一つが綿雪純石鹸っていう石鹸でして、ポンプに入れて液で、ちょっととろみがある液で出るタイプですね。赤ちゃんの体、肌荒れに悩んでる方向けに作ったやつですね。で、とろっとしたいい感じのとろみをつけてるのには理由があって、食器洗剤代わりにも使えるというものなんですよ。手荒れにお悩みのお母さんたち非常に多いので、なんとか改善させてあげたいなということで、食器洗いにも使えるようになってるんですよね。そしてもう一つがこの綿雪泡石鹸。これは泡で出るタイプですね。泡のポンプに入れて、で、これが特におすすめなのは、泡で出るからハンドソープとしてもすごくいいんですよ。あと、こっちもそうなんですけども、特にこっち赤ちゃんの体洗うに とにかくおすすめですね。もちろん肌の弱い大人の方たちにもおすすめなわけなんですけども、この綿雪泡石鹸を使っている、ご愛用してくれているお客様からおはがきをいただきました。嬉しいおはがきなので、皆様にですね、話さずにはいられないということで今日動画撮ってるんですけども、そのおはがきがこちらですね。はい、読み上げますね。秋田生まれ秋田育ちの私が岩手に来てから肌荒れに悩まされていました。いろんなボディーソープを試してみましたが、かゆみや湿疹は良くならず、皮膚科に行くと保湿剤とステロイドを処方されるだけでした。ありがちですね。そんな時、主人が後押してくれてこちらの商品を購入しました。嘘のように肌が良くなり、皮膚科にも行かなくなり、肌もかくことがなくなりましたと。すごいですね。嘘のような本当の話に家族も本人もびっくりしています。
今では3歳になる息子と一緒に使っていますという嬉しいおはがきなんですよ。すごい嬉しいですよね。私と同じ秋田出身、秋田生まれの方ですね、こちらの方、いろんなボディーソープを使ったけれども肌が改善されなかったと。で、綿雪泡石鹸使ったら肌が改善されたっていうことなんですけども、ここポイントなんですよね。皆さんもやりがちなんですけれども、お店に行って体洗う系のものが置かれてるコーナー、隅から隅までこれどれが肌にいいんだろうっていうことでこれ選ぶじゃないですか。ほとんどがこれボディーソープなんですよ。ボディーソープっていうのは合成界面活性剤が主成分のものですよね、その中からいろんなものを選んだとしても肌が改善されない方に対して私言ってますからね、もちろんボディーソープでバッチリやって改善されてるっていう方もいますけれども、改善されない方はそこだけで選ぶのではなくて第二の選択肢ってあるんですよ。それが今回改善された方選んだ石鹸なわけですよね。石鹸の方もいろんなものがあって、それも試してもらいたいわけですよ。でもボディーソープやってるのは大手だけなので、お店の棚にはボディーソープしか並んでないんですよ。ほとんど石鹸が置かれるってことはほとんどないわけですよね、液体石鹸が。ということで私がまさかまさか作ってやってるわけですよ、こっちの選択肢を増やしたいがために、ということなんですよね。でもう一つ知っててもらいたいのは、ボディーソープの方が基本肌に優しいですからね、石鹸よりも。これ石鹸の方が肌に優しいと思っている方いますけれども、違うんですよ。石鹸の方が明らかに肌に対しての刺激が強いですね。アルカリ性だから、石鹸は中性だから。でも私が石鹸にこだって作ってるのは、石鹸の方で改善される方もいるんですよ。それはなぜかというと、石鹸はそのもの自体はボディソープよりも刺激が強いけれども、肌に残りづらいし、泡切れさっぱりいきますよね。あともし仮に残ったとしても、皮脂と中和されて働きを失うっていう特徴があるんですよ。でその特徴とバッチリ合う方は肌が改善されるんですね、ボディーソープで改善されなくても。であとは石鹸が絶対ボディーソープよりもいいんだって思い込んでる方は石鹸だけしか選択肢がないじゃないですか。で石鹸で選択肢がないって思ってる方だと、もう自分に合うものなんてないって思うんですけども、ぜひそんな方はですね、ボディーソープの中もいろいろ試してみたらいいと思いますよね。だから今回の方は本当良かったですよね、石鹸の方で改善されてということで、皆さんもぜひよかったら試してみてくださいということで、これで終わります。どうもありがとうございました。という感じで、私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。